都会の皆さん、こんにちは。五郎です。島の方に移住してきて約8ヶ月が経ちました。今はちょうど冬場のみかんシーズンなんで、みかんの仕事がかなり忙しくてですね、もう真っ黒ですよ。ね。冬にも冬なのに夏よりも黒いという状況になっておりますが、今はね、外でバリバリみかんをこう収穫したり、ね、出荷したりっていうところのお手伝いをさせてもらっているんですが、はい、島に来て約8ヶ月経ちました。で、まあ、いろいろ島に来てこれがあったら便利やなとか、うわこれがないけんしんどいなっていうことが結構あったんで、今日はそのお話をしていきたいと思います。こういうね、田舎に移住しようと思っている人って結構いると思うんですけど、まあ、中島ほどの田舎っていうのはちょっと全国的に少ないんじゃないかなと思うんで、特殊な話になるかもしれないんですが、参考までに聞いてください。はい、ということで、今後ろにこれ竿があるんですけど、俺が一番最初に困ったのは釣り具屋さんがないことですね。釣り具屋さんがないとどうなるかというと、餌釣りができないんですよね。一応、以前動画でも言ったんですけど、エビとかジャミとかいうのは手に入るんですけど、ゴカイとか、その他もろもろ、あとルアーとかね、ワハムとかが切れた時にすぐに手に入らないっていうのがすごく俺からしたらデメリットだったかなという部分ですかね。ただまあ松山の方に行ってね、まとめ買いして帰ってくれば、まあルアーもワハムも腐るもんではないんで、少し多めにストックして、使っていけばいいのかなと思いました。はい、で、ここからが皆さん共通して困ることだと思います。2つ目はコンビニがないことです。困ったよマジでね。コンビニがない生活って考えられますか皆さん。考えられますか。まあ、リアルに困ることとしたら、まずタバコですかね。タバコとかお酒とかを切れた時に、中島は、スーパーが2つしかないです。あと、個人商店みたいなのがね、いろいろ各地にあるんはあるんですけど、タバコが売ってるとこって、うちの近くやったら2カ所ぐらいかな。でももう1カ所は車で行かないといけないところなんで、実質1カ所。はい、で自動販売機はあるんですが、タスポがないと買えないんで、はい、実際は買えないということで、タバコも困るし、で最近すごく思ったのが、だいたい農家さんの手伝い行くときって朝7時とか8時から仕事が始まるんですよね。なんで、朝ごはんとかお昼ごはんっていうのを必ず自宅で作って、持っていかないと、まあ、そもそも畑周辺に飲食店がないんで昼飯食えないんですよ。家に帰ってこないと昼飯食えないと。で山の上の方に行ってたら、一回一回降りてきてお昼ご飯なんていうのも結構難しいですよね。はい、なので、お弁当を作ったり朝ご飯を用意したりしないとご飯が食べれないという面で、コンビニはないと不便です。ものすごく不便です。パンを買っておけばまあ済むんでしょうけどね、毎日パンってのもちょっとあれやし、コンビニに朝行ってパンにしようかな、おにぎりにしようかなとか選べる幸せっていうのは、コンビニがなくなって初めて気づくことです。はい、ということで第2位はコンビニですね。第2位じゃない。2個目はね、コンビニですね。はい、そしてそしてこれ皆さん気づきにくいことなんですけど、3つ目コンビニにつながるんですけど、皆さんコンビニ行くときって買い物だけしてますか？実はトイレだけ利用してないですか？そうなんですよ、トイレがないんですよ。まあ松山戻ればね、まあパチンコ屋さんもあるし、コンビニもあるし、他にもね、トイレの利用できる施設っていうのはいろいろあると思うんです。本当はトイレだけ利用したらダメなんですよ。でもどうしてもお腹が痛くて、どうしてもトイレに行かなくちゃいけないっていう時にあるじゃないですか。お店がいろいろとどうにかなるでしょ。でも島では自宅か海水浴場の、外のトイレしかないです。
大きな、公園もないんで、基本的にはこの2箇所しかトイレがないです。そうなんやな、山の上で仕事しようってお腹痛くなったらもう外でするしかないんですよ。男性だろうと女性だろうと関係ないんです。のぐそです。まだまだね、しょうならいいですよ。まだしょうならどうにかなるけど、本当に腹痛くなって困った時っていうのは緊急で家に帰るか、姫ヶ浜の、ビーチにある、外のトイレ、もうこの2箇所かな。まあ富永スーパーにもね、一応外にトイレはあるんですけど、うち富永からすごい近いんで、富永さんからね、スーパー行くぐらいだったら家に帰った方がいいかなっていうことを考えたら、もう2択ですよ。西側に行ったらトイレなんかないです。俺何回も困ったよね。結構お腹痛くなる方で、まあ辛いもの食べたり、あとお腹いっぱい食べたり、あと乳製品なんかを取った時にはすぐ腹痛くなるんですよ。もう年間で、ね、年間ではないけど、一生のうちにね、結構な回数漏らしてますね、うんこに関しては。男って結構ねバカなんで漏らすんですよ。頻度で言うと5年に1回ぐらいかな。5年に1回ぐらいはちょい漏らしはするかなっていう感じです。はい。で、家に帰ってきたら家はトイレが3つもあるっていうね、変な暮らしをしているんですけど、はい。なので、3つ目はトイレがないということですね。まあお店がないんでトイレはないよな。あ、そっか。あ、まあでも時間帯があれやったら港にあるか。港はちょっと俺思い浮かばんかったな。港は3箇所ありますからね。大浦港、小野浦港、で西中湖かな、3つ港があるんで、ここにはトイレが多分各ところにあると思いますんで、時間帯を気にしなければ多分使えるかな。昼間なら大丈夫だと思います。そして、4つ目ですね。皆さんすごくこれは困ると思うんですが、電波がありません。電波がありません。俺はキャリアは Y モバイルですね。ドコモ以外のキャリアの場合は、島の半分ぐらいは電波ないと考えた方がいいかなと思います。なんで朝仕事に出て、山に、ね、登った時点でもう電波ありませんという状態で1日働きます。今までね、まあもう携帯持ってどのぐらいですか、20年ぐらい経ちますかね。電波がない生活っていうのはすごく不安でした、最初。今はだいぶ慣れてきましたけどね。今はだいぶ慣れてきたけど、最初すごく不安でした。電話かけれないし、かかってきてもわからないし、どうしたらええんやっていう不安に駆られておりました。まあ、いろいろ、LINE とかね、電話とかかかってくるじゃないですか。気になりますよね。で、山降りたら、LINE がまとめて入ってくるんですよ。ティンコン、ティンコン、ティンコンって。うん。まあその辺は慣れればどうにかなるかもしれませんが、中島に移住される方はできればドコモ回線で使える、キャリアの、携帯電話スマートフォンを、契約した方がいいと思います。はい。そして最後になりますが、これ死活問題ですね。まあ言い方悪いですけど、若い女性がいないです。これ俺からしたらしかそんなに俺からしたらっていうんかな、若い男性はいます。結構車乗ってて道すれ違う若い男性はちょこちょこいるんですけど、それこそ20代30代の男の人がいるんですが、女性はすれ違ったことがない。若干いるんですよ、若干はいるんですけど、もうほぼいないに等しいんじゃないかなと。若いっていうこれ表現はすごく本当に申し訳ないんですけど、20代30代、まあ40代、ここの女性がとにかくいないです。はい。どこにおるんやろ。あ、まあ一応ね、この話島の人にしたことあるんですけど、あ、おらんよねっていう話で、
で、おらんけど、JA バンクの受付は若い女の子おるよって。島に住んでないですからね、その人は。松山から船で来てる人なんで、島の中には住んでない。で、島の中にも、20代、30代の女性、若干はいるんですけど、皆さんやっぱりパートナーがいて、結婚されてる方がほとんどだと俺は思います。だいたい子連れで歩いてらっしゃったりね、家族でっていう形で見ることはあるんで、独身の20代、30代、40代の女性がいないということが、まあ、現実ですね。で、俺もまあ、こっち来て、一応ね、これは一応ですよ。一応まあ、周り見るじゃないですか。周り見るんやけど、本当にないんですよね。びっくりするぐらい。で、まあ、50代の女性やったら多分、若い女性として島では扱われると思いますんで、もし40代、50代の女性の皆様、中島に移住してきたら、もうアイドル状態です。はい。ぜひとも検討してください。はい。そして、最後になります。最近これちょっと髪染めたんですけど、島でなくて困ったもの、まあ髪染めるものも多分ないかなと思うんやけど、整髪料が売ってないです。これ俺びっくりしたよね。たまたま整髪料切れて、まあ、スーパー買いに行ったんやけど、男性用の整髪料って多分手に入らないです。みんな使ってないんかな。俺は割とワックスとかスプレーとか使う方なんで気にはなるんですけど、整髪料が売ってないんですよね。まあ売れんけん置いてないっていうあれになるんかどうかは分からないけど、まあ畑で仕事する人ってほぼキャップ帽子かぶってるんで、いらないっちゃいらないとは思うんですよ。でも若いっていうね、女性も少ないんで、そんなにこう身だしなみ気をつけんでもいいかなっていう部分もあるとは思うんですけど、やっぱ売ってないっていうのは衝撃ですよね。なんで、その辺俺は松山行って買って、こっちで一人だけこんな感じにしてます。地毛でね、セットせずに勝負できる人は羨ましい。俺はやっぱりこういろいろいじらないとね、上手に。あ、でもね、髪自分で切るんですよ、これ。毎回大体同じ髪型ですけど、髪の毛は自分でこまめに切るんで、美容室はなくても俺は大丈夫かなと思っております。はい。さて、こんな感じで、今まで気づいた、島にないもの、1つ目釣り具屋さん、2つ目がコンビニ、そしてコンビニがないということはトイレがない、まあ銀行もないですわ。トイレがない、銀行がない。で、電波もドコモ以外の場合はかなり島の中はつながりにくい状態になってます。そして最後が、2、3、40代の女性がいないということで、島ってまあ日本全国いろんなところにねあると思うんですけど、それぞれ、共通した多分ね、共通した悩みがあるとは思うんですけど、中島に関しては俺が見た中でないもの、なくて困ったものっていうのはこの6つです。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。最近ね、ほんと忙しくて動画撮る暇がなくて、で釣りもね、ほんと全然行けてないんですよ。今結構ね、いいサイズの煽りも釣れてるらしいんですけど、毎日爆風ですし寒いんで、はい、今はちょっと農業にね、重きを置いてね、ちょっと仕事の方頑張っていこうかなと思っております。はい、ということで今日はこの辺りで終了にします。皆さんどうもありがとうございました。さようなら。